まっちゃったな。ランドソルって結構広い上に入り組んでるし、どこに何があるのかさっぱりわかんない。私迷子になっちゃったかも。どうも地図古いやつだったみたい。地図に名前の載ってない建物や路地がやたらとあって、何が何だかわかんなくなっちゃった。ランドソルには引っ越してきたばかりで、知り合いもほとんどいないしな。誰かを呼んで道案内を頼むってわけにもいかないし、仕方ない。引っ越したばかりで何かと入り用だけど、どっかの商店で最新の地図を手に入れよう。出歩くたびに迷子になってたら日常生活にも支障をきたすし、いわば先行投資ってやつだよね。でもこの辺にはお店ってあんまりないな。住宅街だよね、見た感じ。まずは商店街みたいなところを探さないとダメかな。お、案内板みたいなの発見。あれを見れば自分の現在位置がつかめるかも。地図っぽいものは貼られてないか。求人告知みたいなのばっかり。ランドソル行政とかがしっかりしてないのかな。わあ、ごめんなさい、ぶつかっちゃった。あれあれれ、あなたもしかして。ようやく会えた。わあ、おっきくなったね。お姉ちゃん嬉しい。男前になっちゃって感激。私のこと覚えてる？しずるお姉ちゃんだよ。しずるお姉ちゃんだよ。久しぶりだね。どうしてキョトンとするの？もしかして私のことを忘れちゃった？ああ、そっか、記憶喪失なんだ。うん、そういう話は聞いてるよ。昔のこととか全部忘れちゃってるんだよね。そっか、やっぱり実際に目にするとショックだな。君のこと知ってるのかって？もちろん、お姉ちゃんだもん。君のことを誰よりも詳しく知ってるよ。食べ物の好き嫌いから最後におねしょした年齢まで、いろいろ教えてあげる。いっひん、お姉ちゃんに任せなさい。抜け駆け禁止ってりのちゃんには言われてるけど、いいよね。ここで弟くんと会えたのは偶然だし、抜け駆けしようと思ってしたわけじゃないんだもん。つまりこれはもう運命だから。弟くんとお姉ちゃんは小指に結ばれた赤い糸によって出会うべくして出会ったわけだよ。たくさんおしゃべりとかして関わって、弟くんにお姉ちゃんのことを思い出してもらっちゃおう。でもその前に、ここどこだかわかる？恥ずかしながらお姉ちゃんは迷子になっちゃってるの。すみません、アンケートにご協力ください。クレープ屋台ラビリンスの割引券もお配りしています。どうかご協力ください。私も別に暇じゃないんだけどな。なんでビラ配りなんかしなくちゃいけないんだろう。でもこの町に引っ越した直後で何かと入り用だし。でもマスター、ちゃんとバイト代を払ってくれるのかな。金銭感覚ゆるゆるだからな、あの人。適当っていうか細かいことは気にしないっていうか。
あの人を信じてついていくしかないんだよね。大事な弟とちゃんと再会するためには、1に辛抱、2に我慢、3しがなくて5に忍耐。クレープ屋さんとしてラビリンスが有名になれば、秘密結社としての側面を覆い隠せる、活動もしやすくなる、絶好の隠れ蓑になるってこと。そんな思惑があって、マスターはクレープ屋のお仕事を手伝ってなんて頼んできたんだよね。決してクレープを焼くのが楽しくなってきちゃってるわけじゃないよね。本来の目的を見失ってるわけじゃないよね。信じてるよ。おっと、考え事に沈んでいても仕方ない。ビラ配りをしなくちゃ。クレープ屋台ラビリンスです。アンケートにご協力ください。あれ、奇遇だね。何してるの？お散歩？お姉ちゃんはね、アルバイト。私がバイトしてるクレープ屋さん、ちょっと偏僻な場所にあるからね。お店のそばをお客さんが通りかからないんだよ。だから分かりやすい地図を記載したビラを配ってるんだ。ついでにどんなクレープが好きなのかとかのアンケートを取ってるの。地道な営業活動。君にもビラあげるね。よかったら小腹が空いた時とかにお店に来てほしいな。あと、今時間あるならアンケートに回答してくれる？いいの？わーい、ありがとう。君はやっぱりいい子。困ってる人を見過ごせないんだね。優しい子に育ってくれてお姉ちゃん嬉しい。じゃあいくつか質問するから、気負わずに適当に回答してね。よく行く飲食店とかある？どのぐらいの頻度で間食をする？好きな食べ物は何？全部の質問に律儀に答えてくれてる。やっぱりいい子だな。抱きしめちゃいたい。でもダメ、抜けがけ禁止。この機会にもっと仲良くなりたいけど、今は余計な刺激を与えちゃダメってマスターにも言われてるし、残念だけど我慢しなくちゃ。でもアンケートにかっこつけて質問するぐらいは OK だよね。弟くんについてもっと詳しく知りたいもん。離れてた時期が長かったし、今の弟くんは私の知ってる可愛い弟とはかけ離れちゃってる。別人になっちゃったとは思いたくないけど、でも少しでも溝を埋めたい。お姉ちゃんだから弟のことは何でも知っておきたい。弟くんについて調べることはラビリンスの活動方針とも合致するはずだし、そんな感じの理論武装でいこう。じゃあ次の質問をするね。君はどんな女の子が好み？わっ、お世辞なんか言っちゃって、もうかわいい。それが君の本音だったら幸せだけど、私に気を使って言ってくれただけならちょっと寂しいな。ともあれ回答ありがとうね。なるほど、そっか。とりあえず突拍子もない質問をしても真面目に答えてくれるところとかは、私の知ってる君のままなんだって知ることができてよかったよ。じゃあ次の質問をするからね。君のこともっとお姉ちゃんに教えて。ちょっと憂鬱。なんだかすっかり秘密結社の一員っていうより普通のフリーターみたいな生活をしちゃってるな。アルバイトをして生活費を稼いで、ぼんやりしてるうちに一日が終わっちゃう。この町には引っ越してきたばかりで表の生活が忙しかったし、だ
からマスターが気を使って仕事を振ってくれなかっただけだったらいいんだけど、あの人本当に大丈夫なのかな。ちゃんとラビリンスの目的を覚えてるのかな。うわー、私だけでも独自に動いて調査とかすべきかも。マスターってば最近引きこもって何してるのかと思ったら新作クレープとか作ってたしね。やる気がなさすぎる。まあ焦って動いても仕方ないんだけど、ちょっと途方に暮れちゃうな。こんな調子でちゃんと弟と再会できるのかな。いいように便利に扱われてるだけじゃないかな。今日も不意に呼び出されたから何事かと思って用事をほっぽり出して駆けつけたのに、クレープ屋台の店番をしてとかいう比較的どうでもいい要件だったし、まあ私やりのちゃんにお店を任せてる間はマスターは世界の謎について探求してるはず。大抵きっちり新しい情報とか持ち帰ってくれるし、期待して待ってよっと。ストレスは美容に良くないし気楽に。いらっしゃいませ。ってあれ、ようこそクレープ屋台ラビリンスへ。会えて嬉しい。お姉ちゃんちょっぴりナーバスになってたから。君の存在がお姉ちゃんに心の健康と肌ツヤを取り戻させてくれるの。ごめんね抱きついちゃって。明日ないね。そっか、こないだこのクレープ屋台のビラを渡したもんね。その割引券を使おうと思って来てくれたんだ。よかった、私が店番してる時に来てくれて。おかげで君と会えた。どんどん注文してね。お姉ちゃんがサービスしちゃうよ。いいよ、あげちゃうあげちゃう。お姉ちゃんを食べてなんてね。お姉ちゃんは売り物じゃありません。クレープを注文してくれると嬉しいな。全然お客さんが来なくて材料が余ってるから。それにわざわざ注文しなくてもお姉ちゃんは最初から君のものだからね。はいどうぞ、手早く焼いたよ。お姉ちゃん特製の激甘クレープ。美味しそうに何かを食べる仕草や表情は昔と同じ。今の君は覚えてないだろうけど、お姉ちゃんはずっと君のお姉ちゃんなんだ。よくわかんない妄想みたいに聞こえるかもしれないけど、おかしな女の人だなって君は怖くなって二度と会ってくれなくなるかもしれないけど、言わせてね。たとえ何があっても、どれだけ世界が変貌しても滅んでも、私が君のお姉ちゃんだっていう事実は変わらないよ。それだけはお願い、どうか忘れないでね。奇遇だね、お姉ちゃんだよ。ぎゅふつかまえた。ほんとちょうどいいところであったよ。絶対に逃がさないよ。お姉ちゃんと一生一緒にいようね。久しぶりの弟くんの感触、弟くんの匂い。はーい、生き返った。ありがとうね。お姉ちゃんちょっと新生活を始めたばっかりでくたびれていたの。近頃大忙しなんだよ。こっちに引っ越してきたばかりでまだ落ち着かないし、
いろんな資格取るために勉強してるし、一応ギルドのお仕事もあるしね。ほんと老けちゃいそうなぐらい疲れてたんだ。何も言わずに弟くん成分を補給させてくれてありがとう。以前の君だったら照れたり嫌がったりしたのに、何の抵抗もされないのは逆に私に興味ないのかなみたいに思っちゃう複雑なお姉ちゃん心でした。ともあれ、こんなところで何してるの？お買い物かな。おお、こまごまとした生活用品とか買い足しに来たんだね。んじゃあお姉ちゃんが安いお店とか紹介してあげるよ。値引き交渉とかもするよ。世話を焼かせてね。それだけがお姉ちゃんの生きがいだから。なんかピカピカ光ってるよ。どうしたの？なんだろうこれ、聞いてないよ。うちのマスターも感知してない異常事態が発生してるってこと？おはよう。気持ちのいい朝だね。寝坊助さんの君を優しいお姉ちゃんが起こしに来てあげたよ。早くウェイクアップしないと学校に遅刻しちゃうぞ。こんなに呼びかけてるのに死んだように眠ったままだね。じゃあ仕方ないね。実力行使するしかないね。目覚めのきつい一発お見舞いしちゃうぞ。でもその前に、じー、今日は良い君の寝顔を火がつくぐらい眺めちゃう。パフー、あー愛おしい。このまま安らかに眠らせてあげたいよ。甘やかしてあげたいよ。でもダメ、心を鬼にして起こすよ。君のご両親は出張中で、しずるちゃんが起こしてあげてって頼まれてるんだから。君のお姉ちゃんとして認知してもらうために、ご両親への根回しは完璧にしてあるからね。気に入られてるんだよ。合法的に合鍵とかゲットしちゃった。もうお姉ちゃんからは逃げられないよ。急に起きないで。顔を近づけてたから起き上がった君とこうツンコしちゃった。あー鼻血が。お姉ちゃんに頭突きを食らわせるとは君も成長したね。すでにお姉ちゃんを乗り越えた。まあティッシュをくれるんだね。これで鼻血を拭いてって。君はいい子だよ。私が起こしに来ることはご両親から聞いてたんだよね。よかった。その辺伝わってなかったら完全に不法侵入者だからね。私気持ち悪がられて嫌われちゃうところだったよ。君に嫌われたらお姉ちゃんもう夢も希望もなくなるよ。うん、顔を洗ってお着替えしてね。お手伝いは必要ないよね。君はもう高校生だもんね。成長しちゃったよね。ちょっと寂しいな。まあいいか、その調子ですくすく育ってほしいな。お姉ちゃんは朝ごはんの支度をしてくるから、着替えとか終わったらダイニングに来てね。ありがとうって。いいんだよお礼なんて。でも嬉しいよ、すっごく。どういたしまして。いつも思うけど、あんたたちって血のつながった本当の兄弟じゃないのよね。なんでこんなにベタアマに溺愛されてるの？
まあ今のあんたに聞いても仕方ないか。でもたとえ本当の兄弟にしても行き過ぎだし、絶対に何かがあったんだと思うけど。兄弟か。レビアたち他の妖精は今どこで何してんのかしらね。私と違って完全に再構築の際に無償しちゃったのかしら。ごめん、独り言しちゃって。説明が必要よね。あんた毎回ほとんど忘れちゃうんだもんね。うん、あんたが今見てたのは夢みたいなもんよ。目覚めれば大体のことは忘れちゃうわ。まあ今は特に気にしなくても大丈夫だから、もうちょっと成果が出てから改めて説明するわね。でもたとえ夢だとしても、あんたの中に残るものは確実にあるから、そのためにこうして手間暇かけて夢を見せてるんだしね。大事なことは忘れずに、ちゃんと強く意識して覚えておく努力をしなさいね。今回はとりあえず目覚めたらお姉ちゃんに優しくしてあげて。こんなに甲斐しくお世話されてるんだもん、恩返しをしなきゃダメでしょ。うん、じゃあね、今回はこの辺で失礼するわ。バイバイ、またね。だから弟くんが急に光ってなんか寝ちゃったんだってば。どういうことなのマスター、ちゃんと説明して。大丈夫なの？変な病気とかじゃないよね。はあ、フィオの干渉？フィオって何なの？知らない単語だけど。起きたんだね。ごめんマスター、一旦通信魔法を切断するね。後でそっちに行くからちゃんと説明してね。それじゃあね、バイバイ。あー、もう大丈夫？気分が悪かったりしない？急に様子がおかしくなったから心配したよ。え？あー、うん、一緒にお買い物しようみたいな話をしてたね。でも今はそれどころじゃないっていうか。え、何でもお姉ちゃんの好きなものを買ってくれるの？どうして？なんで急に優しくするの？いや、最高にハッピーだけどね。いつもお世話してくれるお礼にって、そんなにお世話したかな。君にはあんまり接触しないようにしてたのにな。でもその気持ちは嬉しいよ。ちょっと泣いちゃいそう。じゃあさ、お揃いのマグカップとか買おうよ。夫婦が使うようなやつ。それを普段から使ってれば、遠くにいてもいつでも君を思い出せるから。一緒に暮らしてるみたいだから、どんなに距離があっても本当の兄弟みたいな感じだから。そういうの気持ち悪いかな。いいの？じゃあこの町で一番いいマグカップを選ぼう。あちこち巡ろうね。君が嬉しいことを言ってくれたから、今日も弟くん記念日だよ。お姉ちゃんのカレンダーにまた一つ弟くん記念日が増えちゃった。なかなか具合のいい物件が見つからないな。っていうかランドソル、根本的に物価が高い。王国の首都だしね、仕方ないけど。土地代も王宮の周辺は目玉が飛び出るお値段だし、賃貸でもちょっと私には手が出ないかな。かといって町の中央区から離れたところは不便だしな。近頃治安も良くないって聞くし、女の子の一人暮らしにはちょっと嫌な感じ。でもいつまでも親戚のお家に転がり込んでるわけにもいかないしな。ラビリンスの活動についてとかなんだか怪しまれてきてる気がするし。はあ、
マスターに頼んで例のオブジェクトの変更とかいう謎の能力で高価な一軒家でも建ててもらおうかな。これだけ働いてるんだし、ご褒美が欲しいよ。ん？あれ？やっほー！奇遇だね！こんなところで何してるの？はは。さてはお姉ちゃんの気配を感じ取って、ふらふらと引き寄せられちゃったんだね。私と君は運命の赤い糸で結ばれてるんだね。知ってた。安心して、お姉ちゃんも君のことを宇宙で一番愛してるよ。ひどい。冗談だとしても残酷すぎる。しずるお姉ちゃんだよ。あ、よかった、思い出してくれた。もう意地悪。また忘れられたんじゃないかと思ったよ。ショックで心臓が止まるかと思った。ともあれ、マジで何してるの？不動産屋さんに何か用事？うん、ここはアパートとかをあっせん紹介してくれるお店だよ。不動産を管理してるギルドが運営しててね、住まいを探すときはここに来るんだって。私これまでは親戚のお家に厄介になってたんだけどね、仕事が片付くまでっていう名目で居候してたんだけど、どうもその仕事が長引きそうでね。あんまり親戚に迷惑かけたくないし、アパートでも借りて一人暮らししようかなって思ってるんだ。でもなかなかいい感じの物件が見つからなくてね。君はどの辺で暮らしてるの？実家？私、君の近所で暮らそうかな。それで毎日押しかけてお世話とかしてあげるの。ほい？ホテルを渡り歩いて暮らしてるの？なんかお金がかかりそうだね。ああ、そっか。君はそうだろうね。大変だね。住処が定まらないと不安だよね。安い物件でも見つけてそこで暮らしてもいいかなと思ってこの不動産屋さんに来たんだね。うんうん、いいことを聞いちゃった。じゃあさ、お姉ちゃんとルームシェアしない？家賃とか折半してさ、寝食を共にするの。毎日私が君を起こして愛情たっぷりの手料理を振る舞うよ。兄弟だもん、同居ぐらい普通だよね。わあ、夢みたいだな。ねえねえ、いいでしょ、二人でお部屋選びをしようよ、新婚さんみたいに。ほら、この物件とか良くない？一人だと広すぎるけど、二人だったら程よい感じ。小さいけど庭もあるし、そこで家庭菜園を作ってさ、この部屋にベッドを置こうね。寂しい夜は一緒に寝よう。この小さな部屋は物置にしといて、私と君の愛の結晶が生まれたら子供部屋にするな。あれ、どうしたの？無視しないで。ほらほら、お姉ちゃんとのバラ色の未来を一緒に空想しようよ。え、コッコロちゃんが呼んでるから行かなくちゃって？誰それ？お姉ちゃんの知らない子だよね。紹介してくれる？うん、もちろん私は理解あるお姉ちゃんだから、君の交友関係にまで口出しはしないよ。でも一応お姉ちゃんとして挨拶ぐらいしておきたいし。え、そのコッコロちゃんってこと一緒にホテル暮らしをしてるの？どういうこと？説明して。そのコッコロちゃんって多分女の子だよね。そんな、若い男女が一つ屋根の下で、いやらしい。ダメだよ、お姉ちゃんは君をそんな不道徳な子に育てた覚えはありません。あ、どこ行くの？待って、まだ話は終わってないよ。ごめんね、ごめんね、うざかった。
だけどお姉ちゃんは君のことが心配なんだよ。はあ、弟くんに会いたい。でもマスターに不用意に弟くんと接触しないようにって釘を刺されちゃったしね。偉そうに。でも今はあの人の言うことを聞いておかないと。弟くん単に記憶喪失なだけじゃなくてなんだか不思議な感じになってるみたいだし、余計な刺激を与えたら何があるか分かんないし、弟くんと元通りの仲良し兄弟になるためには今は我慢しなくちゃ。耐え難きを耐えて弟くん立ちをしないと。あーでもダメ、禁断症状。道行く人が全部弟くんに見える。だるまさんが転んだ。なんかちっちゃい子たちが遊んでる。子供はいいな、元気で幸せそうで、なんだか昔を思い出しちゃうな。ちょうどあの子たちぐらいの年頃だったかな。私と弟くんが運命的に巡り合ったのは家が近所だったんだよね。あー懐かしいな。両親は仕事が忙しかったし、私いつも一人ぼっちで、弟くんを弟みたいにして寂しさを埋めてた。本当の兄弟みたいに育ったよね。ううん、血のつながりはなくっても私にとっては家族だった。弟くんも同じだって信じていたかった。再会した時本当に嬉しかったんだよ。でも弟くんは全部忘れてた。理不尽なよくわかんない異変のせいで、私はその事実を憎む。血のつながりはなかったから、思い出だけが私と弟くんの絆だったのに、それを奪われたんだ。弟くんが記憶を取り戻した時、本当に普通に私のことを忘れちゃってるかもしれないけど、ちっちゃい頃仲良しだった近所のお姉さんのことなんか。だけど記憶が理不尽に奪われたんでなければまた思い出してもらえるかも。ううん、また仲良くなって昔以上にたくさん思い出を作っていけばいいんだよね。だけど今の状態だとそれも難しい。今どれだけ思い出を積み重ねても、弟くんが記憶を取り戻したら今の記憶は消えちゃうかもしれないし、仲良くなってもまた忘れられちゃうなら、実際距離を置いておいた方がいいんだ。後で傷つくだけだもんね。マスターは正しいよ、分かってるけどさ。距離を取らないと。だけど会えて嬉しい。いいもん、後で傷ついても今最高に幸せだから。ずっと会えなくて寂しかったよ。あ、お兄ちゃん動いた。何してるの？その綺麗な人、お兄ちゃんの彼女？ヒューヒュー。その子たちと知り合いっていうか、もしかしてその子たちと一緒に遊んでるの？そうだよ、この人お仕事してないのか昼間からフラフラ暇そうにしてたんだ。だから私たちが遊びに誘ってあげたの。こんなちっちゃい子たちに遊んでもらってたんだね。
記憶喪失だもんね。子供の遊びも新鮮で楽しいんだろうね。ほい、うわ、君が心配してくれた。お姉ちゃんのことが大好きなんだね。私も愛してるよ。大丈夫だよ。お姉ちゃんはね、君が元気でいてくれたらそれだけで幸せなんだ。うん、それ以上求めるのは欲張りってもんだよね。なんか楽しく遊んでたのに邪魔しちゃってごめん。お姉ちゃん、ちょっと用事があるから行くね。弟くんと接触しちゃダメって言われてるしね。寂しいけど我慢我慢。何？どうしてお姉ちゃんの服の裾をつまむの？お姉ちゃんが遠くに行ったら嫌なの？寂しいの？もう君は甘えん坊さんだな。うん、じゃあちょっとだけ一緒に遊ぼっか。君は覚えてないだろうけど、小さな子供の頃みたいに。やっほー、お姉ちゃんだよ。奇遇だね。君も買い物？私もだよ。やっぱり兄弟って似てくるんだよね。同じような行動しちゃうよね。ふんふふん。偶然偶然、たまたまだから問題ない。弟くんに会おうと思って会ったわけじゃないもんって言い訳ができるよね。弟くんにはあんまり接触しないようにって言われてるけど、お姉ちゃん知ってる、どんなルールにも抜け道はあるんだよ。弟くんの一日の行動パターンを調査して、弟くんがよく通りかかる場所にたまたま用事があって私も出かけたという風に仕組んでみた。後でマスターに怒られても偶然だって言い張れるよね。うんうん、完璧。会えるかどうかは半々だったけど、私は賭けに勝利した。もちろん同行した接触はしない。ちょっと顔を見て少しだけ立ち話する程度で我慢するよ。ほんと、弟くんを迂闊に刺激したら何があるかわかんないし、りのちゃんだって弟くんに会わないように辛抱してるんだもんね。お姉ちゃんだけ抜け駆けするのはちょっと申し訳ないから。あ、ごめん、考え事してた。お姉ちゃんにだっていろいろ悩みはあるんだよ。君はまだ子供だからわからないかな、そういう大人の機微みたいなのは。心配してくれるの？嬉しい。君ったら優しいいい子。お姉ちゃんの自慢の弟だよ。大丈夫だよ。君に会えただけでお姉ちゃんはウルトラハッピーだから。君は何を買い物してたの？一人で大丈夫？お姉ちゃん付き添ってアドバイスとかしてあげようか？ふふん、お姉ちゃん近頃この辺で買い物ばっかりしてるからお店とか詳しいんだよ。あちこち案内してあげよっか。昔みたいに。ちっちゃい頃はいつも私が君の手を引いてあちこち連れて行ってあげたよね。まあ覚えてないだろうけど、君は男の子だしあんまりお買い物とかは好きじゃなかったみたいだけど、いつでも文句も言わずについてきてくれたよね。嬉しかったよ、とっても。あの頃君と一緒に買った安っぽいおもちゃの指輪とかさ、今でも私大事に持ってるんだ。一人暮らしを始めてもどうしても手放せなくってね。ごめん、なぜか涙が出てきちゃった。風で目にゴミが入っちゃったみたい。大丈夫だから心配しないで。
お姉ちゃんは強いんだよ。泣き虫の君をいつでも守ってあげる立場だしね。わあ、どうして抱きついてくるの？甘えん坊さん。自分でもよくわからないの？お姉ちゃんはお姉ちゃんだから大丈夫だけど、あんまり女の子に気軽に抱きついちゃダメだぞ。おった、危ない、頭突きしそうになった。癖なんだよね、すぐ手が出ちゃうんだ。それで親にあんまり人を叩いたり蹴ったりしちゃダメって叱られてさ、じゃあ頭突きにするって、叩いても蹴ってもいないもんってね。小賢しい子供だったよね、我ながら。何もかもわきまえてる賢いお姉ちゃんのふりしてさ、もっとなりふり構わず一生懸命かっこつけずに泣きじゃくってでも自分の欲しいものをゲットしちゃえばよかったのに。バッグみたい私。ごめん、独り言。じゃあね、お姉ちゃん今日は調子悪いみたいだからお家帰るね。転ばないようにね。あと迷子にならないように気をつけてね。心配しすぎ、子供扱いしないでって。生意気、かわいい。でもね、お姉ちゃんは弟の心配をして面倒を見るのが生きがいだから。何か困ったことがあったらいつでも呼んでね。お姉ちゃんは君のためなら火の中水の中、うんうん、いつだって君の味方だよ。おしゃー、あぶない、大丈夫、怪我してない？あれ、君だ、奇遇だね。いや、本当に今回は正真正銘の偶然だからお姉ちゃんびっくりしちゃった。何してるの、こんなところで。ふん、郵便配達のバイト。それでたまにこの牧場とランドソルを行き来してるんだ。いろんなバイトをしてるんだね。働きすぎで倒れちゃわないか心配だよ。まあ家でゴロゴロ寝転がって暇を持て余すよりは有意義だろうけど。ん？お姉ちゃんはね、見ての通りこの牧場で乗馬の練習をしてるの。うっかり通りすがりの君を引きそうになってヒヤッとしたよ。うん、私はギルドの仕事の関係で全国の津々浦々を飛び回ったりするからさ、馬に乗れると便利かなと思って練習中なんだ。遠方だと徒歩で移動するのもなかなか大変だしね。うちは少人数で行動することが多いから、馬車を丸ごとよりも馬を1頭だけ借りた方が安上がりでしょ。よかったら帰り道お姉ちゃんが馬で送ってあげようか。牧場と契約してね、馬を1ヶ月だけレンタルしたから乗って帰れるんだ。お姉ちゃん割と何でもすぐに上達する方だから山道でも安心だよ。遠慮せずに乗って乗って。バン、おいで。しっかりお姉ちゃんに捕まってね。振り落とされたら怪我しちゃうから。ほらほら、もっと強く抱きしめて。じゃあ行っちゃうよ、出発進行。また何か光ってるよ、眩しい。やっぱ馬が謎の輝きに驚いて暴れてる。嬉しいな、兄弟で仲良くお買い物。せっかく朝早くにお姉ちゃんが起こしに行ったのに。ちゃんと自分で起きてたのは残念だったけど。ちぇ、お姉ちゃんが起こしてあげたかったのにな。君は
もう一人前の男の子に成長しちゃったんだね。嬉しいけど寂しいな。もうお姉ちゃんなんかいなくても君は立派に生きていけるんだね。私は用済みだね。いらないお姉ちゃんだね。え、そんなことない？私必要？そうだよね。もう正直者、ずっと一緒にいようね。おっとっと、お店の中で騒いじゃダメだよね。荷物ちょっとはお姉ちゃんが持とうか。私テンション上がって買いすぎちゃったから重いでしょ。大丈夫？そっか、君は力持ちなんだ。男の子だもんね。よし、じゃあ強く成長したという君を信用して次はもっと重いものを買うよ。食器とか調理器具とかが欲しいんだ。その辺を見て回ろう。ふむふむ、こないだお茶碗を割っちゃったんだ。じゃあついでだし買っていきなよ。お姉ちゃんがいい感じのやつを選んであげるね。君昔から水色が好きだったよね。これとかいいんじゃない？それともこの戦隊ものの絵柄のやつ？え、自分で使うやつだから自分で選びたいの？生意気。君ったら優柔不断なくせに。昔から何でもお姉ちゃんが選んであげたのにな。ねえねえ、周りに新婚さんっぽいカップルがちらほらいるね。愛の食器選びだね。私たちも夫婦に見えたりするのかな。君もそのうち奥さんとこういうところにお買い物に来たりするんだろうね。お揃いの夫婦茶碗を選んじゃったりして。大丈夫、君なら絶対にいい人と巡り会えるよ。なんて言ったってお姉ちゃんの自慢の弟だもん。はあ、ついこの間まであんなにちっちゃかったのに、いつかは巣立っていっちゃうんだね。想像しただけでジーンとしちゃう。そうしたらもう今みたいにしょっちゅう会えなくなっちゃうんだろうね。仕方ないことだけど、やっぱりちょっと寂しいな。でも大丈夫だよ、安心して。寂しがる必要なんてないの。どれだけ遠く離れてもお姉ちゃんの愛は永遠に不滅だからね。はい、お疲れ様。いつも思うけど、あんたたちって仲良しよね。それこそ血のつながった兄弟でも思春期になればそんなにベタベタしなくなるのに。結構常軌を逸してる気がするわ。しずるちゃんはあくまでお姉ちゃんっていう立場を崩さないけど、本当にそれだけなのかしらね。なんか他の気持ちも含まれてる気がするな。本人も多分自覚してはいないんだろうけど。あんたはどうなの？しずるちゃんのこと本当に世話焼きのお姉ちゃんとしてだけ見てるのかしら。いいけどね、あんたたちの人生にまでは口を出さないわ。でも多分現状維持をしてるだけだとそのうちドツボにはまる気がするわよ。おっと、今回はちょっと間が悪かったわね。さっさと起きないと馬から落ちて大怪我しちゃう。手早く目覚めなさい。それであんたの大事なお姉ちゃんのことをしっかり抱きしめてあげるのよ。起きた？よかった。もう急にガクンって脱力するから驚いちゃったぞ。まだそんなに速度は出してないから落ちても軽傷で済むだろうけど、馬に踏まれたりしたら下手すれば死んじゃうからね。気をつけてね。心配だな。あれなら落馬しないようにお姉ちゃんと君を縄で縛りつけちゃう？
それってなんだかとっても幸せな状態な気がするよ。パヒューイ。あれ、そんなに強く抱きしめちゃダメだよ。ちょっと痛いよ。どうしたの急に、甘えん坊さん。ああ、馬から落ちないようにしっかり抱きついてきたんだよね。うん、他に考えられないよね。突然ギュッてされたから驚いちゃったよ。力が強くなったんだね。うん、大きくなったんだ。君は記憶喪失でいろいろ忘れちゃってるけど、それでも君は君なんだなって思うよ。昔もよくこうやって二人で帰ったよね。遊び疲れた君を私がおんぶしてさ。今じゃもう君を背負うのは大変だけど、お姉ちゃんに任せてね。いつだって抱きついて寄りかかって甘えてくれていいんだよ。それが私の生きがいで幸せだから。大好きだよ。大事な大事な私の可愛い弟くん。